はい、皆さんこんにちは、しゅんまつです。ですね、こちら見えますでしょうか。プリキュア色紙アート3なんですけど、まあ、今回僕お金がなくて、で、言ってもね、発売も結構ちょっと前になっちゃうんですけど、1パックしか買えてないんですけど、まあ、こちらね、買ってきました。プリキュア色紙アート3。ね、グレースとスターとエールが映っております。で、まあ、裏のね、ラインナップはこんな感じでちょっと見づらいね。ノーマル色紙とレア色紙があります。ね、で、まあ、僕が狙ってるのは、ちょっと見づらいかもしれないですけど、このキュアマーメイドとキュアトゥインクルね、の2つが載ってる色紙と、あとはまあどれだっけ、キュアマジカルで、キュアどれだ、キュアマリンだ、キュアマリンね。ちょっと体勢が悪くて僕も全然見えないんですけど、まあ、これが狙ってます。ちょっとここにね、写真付きも載ってるんですけど、あーでもね、そうだな、まあ、全部欲しいんですけど、やっぱどうせならね、知ってる作品とか好きな作品が、好きなキャラクターが欲しいということで狙っていきます。いや、まあ一泊じゃ買ってないんですけどね。で、まあ話が脱線しますが、僕まあ映画も見まして、いや面白かったですよ面白かったんですけど、僕はその結構ちょっと前にやった、ハグッとプリキュア時代にやったスーパースターズっていう映画の方が僕は好きでした。まあハグプリが好きだからっていうのもあるんですけどね。でヒーリングとプリキュアがねメインでやってたんですけど、まあそうですね、まあ延期に延期を重ねての公開だったんで、まあ感慨深かったですラクルリープね、キュアアースとかはやっぱ出てこなかったので、そのね、作られてきた順番的に時期かということで、まあちょっと開けたいと思います。話が飛び飛びですね。おいしょ。いやもうね、簡単にやっちゃう動画なんだよね。明日から来ればよかったかな。袋も取っておくタイプなんで、取っておきます。いきます、裏から。あ、はい、キュアラブリーが当たりました実は僕ハピネスチャージ知らないんですよ、本当に。キャラ名もあんまり知らないですし、まあ、ラブリーってことは知ってます、ラブリー。あとは、その青い子なんだっけな、キュアプリンセスだっけ、ごめんなさい、ちょっと違ったらごめんなさい。とかね、いろいろ、ハピネスチャージプリキュアね。でした。はい。まあ、推しが当たんなかったんですけど、まあ、4段で、あ、でも、まあ、もしも店頭で見かけたらまた買うかもしれないです。はい。じゃあね、皆さんもね、こんな感じで、ね、可愛い色紙がたくさんあるので、目当てではなかったんですけど、ね、いいもんなんで買ってみてください。はい、以上です。ありがとうございます。